縄市、知花。お食事どころ、脇川屋。国道58号線の旧嘉手納ロータリーから、嘉手納基地の北側を沖縄市向けに走行しています。今日訪問する脇川屋は、嘉手納から4、5分のところにあります。そう聞いても、わかりにくいですね。地図を見ながら説明します。沖縄本島の中部に米空軍嘉手納基地があります。嘉手納ロータリーから沖縄市向けに現在走行しています。赤い点が嘉手納基地の滑走路の北端で現在地です。ここからお食事処脇川屋さんへは1分ほどで到着します。大まかに嘉手納基地のすぐ北側にあると思えば、大体の位置関係がわかると思います。前方に緑色の建物が見えてきました。ホームセンターのサンシーです。サンシー手前の信号機を左折すると脇川屋はすぐです。今日は脇川屋のご主人と少し話があったので、開店の11時前に来ましたが、お店は開いているでしょうか。実はここ脇川屋のご主人はシーサーなどを作っている陶芸家でもあるんです。お店にも多数のシーサーが飾ってあります。私に店内のシーサーも写してと言われて、お店の中のシーサーも写したのですが、自宅で確認するとその部分の撮影に失敗していました。申し訳ないです。お店の価格帯は550円から700円。これはお安いですね。私がどのメニューに人気があるのかと聞くと、店主がまんべんなく注文を受けるが、そばセットがいいんじゃないかなというので、それを注文しました。するとご主人がちょっと高いというので、値段を見ると700円です。700円くらい持っとるわあと心の中で叫びました。メニューには英語の説明もついています。このお店の特徴の一つに外人客が多いということです。今回も私の隣の席には3人連れの外人客がいました。
中部に住んでいると、外人客が入る食堂とかレストランはお得感がある店が多いことに気がつきます。このお店もその通りですね。ここで問題が発生しました。ソダセットが来て撮影をしながら食べ始めましたが、その時のできたばかりのソダセットの映像が映っていません。後半の映像だけちょこっと映っていました。これでは使えません。がっかりです。これではまずいと、1週間後再び脇川屋を訪問しました。今回また同じそばセットを注文するのも悔しいので、他のものを注文したいと思います。ナーベーラーできる？できるよ。ナーベーラーもらおうね。コーヒーがいい、水がいい、冷たいのがいい。冷たいの、うん、何でもいい。コーヒーがいいね。でも、うん、コーヒーうち独特だから。何が違う？うちの従業員が、うん、あ、ヘーゼルナッツと普通のコーヒーブレンドしてから。ヘーゼルナッツって白いやつ？あ、いやね、コーヒーはね。あ、そうなの。ヘーゼルナッツというコーヒーが強いの。あ、そ、コーヒーがあるわけ。そんな砂糖じゃない、甘みがある。飲んでみたら。あ、そう、スターバックスみたいな。あ、そうなの。どれば手をください。マグラ。これ何香りやすい。右に全然力入れてない。無理でやるから。無理は続いて。昨日弟あって？弟あって？元気ください。とってもいいですって。いや、いいですね。あ、こっち入ってなかったね。こっち入ってなかった。セミネルくんだけど。オッケーオッケー。ここもって、ここもらってるか。え？あ、いい。いい。しまくらのな。ありがとう。いいよ。本当に。あれで、ワイド取らんで。ありがとう。ありがとう。コーヒーも飲むほうと一緒にしないほうがいい。そうなの。かわいがってあげる。一人でかわいごわんしてあげる。そうなの。じゃあ、ありがとう。またね。はい。1回目のそばセットが綺麗に写っていなくて申し訳ないです。私個人的にはコップももらったし
2回訪問してよかったです。これから嘉手納向けに車を走らせます。嘉手納基地の北側の道路はあまり観光さんが通る道ではありませんが、途中に見どころが2カ所あります。1カ所目は道の駅嘉手納です。今ちょうど増築工事中です。年末までには完成すると思います。もう一件は最近沖縄系の YouTuber がよく取材している、米軍基地にある軽食の店です。アメリカンな店で本来アメリカ人向けですが、日本人でも自由に入れる米軍の施設です。ここはまた次の機会に取材したいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。